鹿児島市の鹿児島南高校。初めて出会った3年前と同じように高校生に混じって練習に励む彼女の姿がありました。南九州ファミリーマート所属、鹿児島市出身の鶴田玲美選手26歳。鹿児島国体では 100m に出場します。本当にいよいよ国体が始まるんだなと、すごい気持ちがこう乗ってきているというか。大東文化大学を卒業後、地元開催の国体出場を目指し、2020年4月に鹿児島に帰ってきたものの、国体は延期。やっぱり、まあ、こう整理つかないところもあったんですけど、まあ、周りのみんなだったりに支えられながらこう過ごしていく中で、3年間という期間でしっかり自分の力をつけていこうというふうに捉えてました。中学時代から鶴田選手を見てきた新海コーチは、彼女の凄さをこう話します。陸上にかける思いっていうか、本当にこう強くなりたい、その気持ちを持って、まあ、日々の生活もしっかりとやってるし、そしてやっぱり課題意識を持って毎日毎日こう取り組んでる、その積み重ねは素晴らしいなと思いますね、はい。去年一昨年はタイムが伸び悩みましたが、今年は自己ベストに迫るタイムを出し、調子は上向きです。新しいことを何か特に始めたってわけでもないので、一つ一つに対する集中だったり、しっかり意識を持ってやっていくっていうような、本当に小さなことだとは思うんですけど、やっぱりその小さなことってのが、まあ、結果に大きくつながってくるんだなとは思いましたね。そんな鶴田選手、練習前は所属する会社の総務部で書類の整理などの業務を担当しています。何時に出社されたんですか？今日は8時半ぐらいに出社しました。本当慣れないことも多いので、まあ、本当周りの人に助けられながらうまくやってるなと、うん、なんか全然オリンピック選手っていう、そのなんていうんですか、圧はない、圧が超感じないというかそうすごい、いつもなんか気さくに接してくれる、自然体なんですね。そうですそれ鶴田選手には、はい、こんな一面もですね、はい。これは黒が好きと、いや、もらったので青が好きとか、いや、特に好きな、たまたま青だった好きな色は特に、はい。なんとかこだわりを探そうと、こんな質問を。髪切るときはもうここにかからないようにとか、適当に切って、まあ流れに身を任せて走ること以外はこだわらない、そんな彼女の姿勢が垣間見えました。現在はさらにタイムを縮めるべく日々のトレーニングに取り組んでいる鶴田選手。自分自身が結果が出したのが本当コロナ始まってからだったので、今までお世話になった方々にこうしっかりと自分の走りを直接見てもらう機会っていうのもなかったので、本当にその舞台が国体という舞台で、自分自身もこう嬉しいですし、まずは最大限の力を発揮して自分の走りをするっていうのが一番の目標かなと思ってます。3年越しの夢舞台へ。陸上競技の初日に登場する鶴田選手が鹿児島勢に勢いをつけてくれるはずです。